はい、大井大輔 YouTube チャンネル、今日はなんと大阪の八尾の剣道事務所に突撃したいと思います。今日は、チャンネルに剣道よしみさんがお手伝いしてくださるということで気合い入れていきたいと思います。それでは行きます。剣道事務所です。剣道さん、今日はよろしくお願いします。いろいろ企画考えてみましたんで、何してんの。よろしくお願いします。よろしくお願いします。大ちゃん、誰に挨拶してんの。ここやで、私はここや。それは招き猫天道招きや。いや、もうめっちゃ天道さんかなと思うぐらい私も時々、なんやそれいらっしゃいませ。よろしくお願いします。すごいよ、間違いわざと、ちょっとマリン、大井大輔チャンネル、今日はなんと師匠の剣道よしみさんに手伝っていただきことになりました。はい、あまりの嬉しさに感じております。大井大輔チャンネルにちょこっとお邪魔させていただいてますが、相当なんかいろいろ考えてくれてるみたいなので、よろしくお願いします。お願いします。はい、はい、もうなんか どんな企画。そして今ね、だから僕が CD に剣道さんのオリジナル曲を、はいはい、私オリジナル、入れてきたんですよ、はいはい、で、それがどんだけ当たるか。イントロ当てクイズ。そう、イントロ当てで。そういうこと。私の歌だけ。そうです。それじゃあもし外れたら恥ずかしいやん、こんだけ。多分大丈夫です。で、外れたら、うん、僕のギターで、その歌を、ちょっと歌ってもらいたいな。ほんで、僕は今日は、僕のギターだけやったら、歌いにくいかなと思いまして、はい、僕いつもお世話になってる、ライブとかで、手伝ってもらってる。はい、井上博士。ギャラ高いやん。あの人呼んでんの。呼びました。そんな、ものすごい超今や。世界にもいっぱいいらっしゃる、その人は来てくれてる。なるほどね。でも僕のギターとヒロシさんの、まんじゅうの箱かなんか叩くのと、で、天童さんが歌う、多分おもろい企画になると思う。いや、そんなん今までやったことないですよ。来年50周年ですわ、皆さん、ね、それであんた、まんじゅうの箱叩く人とね、そんでなんや知らんけど企画されてね、これはもうおもろいやないか。やろうや、なんかやろうやろう。ということで、はい、とりあえず、はい、ちょっと待って、準備するわ。いきます。はい、たたたんたらたんたた。ここまで出かかってんの。何やったっけ。イントロ入れてんだけどタイトルが出てけ。だんだん歌までいったら。あ、わかった、はい、わかったわかった。これはもう忘れられへん、はい。当たりです。当たり？はい。それはすぐ分かるわな、これはな。分かるな、これ。ひょっとして、教習割れたして。違うの？違いました。何やろ。分かった。これや。そう。満点星？はい。なるほど、ね、満点星か。これは、ほんだから、ね、あとで、僕のギターと間違ってるもんね、2回間違った箱で、はい、どんな歌になんの。面白いないかい。 ね、やってみたいと思います。わかりました。すすやけした山の男たちで店はのれんをしまう。